数学、特に抽象大数学において、同型定理は、小、純同型、部分対象の間の関係を描く3つの定理である。定理のバージョンは、群、間、ベクトル空間、下群、D 間、そして様々な他の大数的構造に対して存在する。普遍大数学において、同型定理は、大数と合同の文脈に一般化することができる。同型定理は、 家軍の純道系に対して、エミーネーターによって、雑誌マシュマティッシュはならん2927年に、掲載された彼女の論文アブストラクターウーフブオデア、イデルシーリー・イン・アルジブレイスケンゾール、ウント・ファンク・シャネン・チャパーンにおいて、いくらか、一般的に定式化された。これらの定理のより一般的でないバージョンは、リチャード・デデ・キントの仕事やネーターによる前の論文において見つけられる。3年後、 ビール・バン・デア・バルデンは彼の大きな影響を及ぼしたアルジェブラ、主題への軍艦隊体アプローチを取った最初の中小大数学の教科書を出版した。ファン・デア・バルデンは軍論に関するネーターの講義と大数学に関するエミール・アーティンの講義を、またウィルヘルム・ブロシュカ、オットー・シュライアー、そしてバン・デア・バルデン自身によって行われたイデアルに関するセミナーを 主なリファレンスとして信用した。純同型定理と呼ばれる三つの同型定理と同型の二つの法則は軍に適用されたとき、明示的に現れる。まず軍の文脈において三つの同型定理を述べる。いくつかの文献では2番目と3番目が逆になっていることを注意する。時々ラティスティーラムが第四同型定理あるいは対応定理と呼ばれる。 第一同型定理 G と H を群とし、ファイ、G、H を群運同系とする。この時ファイの核は G の正規部分群であり、ファイの像は H の部分群であり、ファイの像は将軍 G、カー二同型である。特にファイが前者であれば、H は G、カー二同型である。第二同型定理を表した、模式図、第二同型定理 G を群とする。 S, S を G の部分群とし、N を G の正規部分群とする。この時、積 SN は G の部分群であり、共通部分 SN は S の正規部分群であり、将軍 N と S は同型である。技術的には S が N の正規化群の部分群でありさえすれば、N のが正規部分群である必要はない。この場合、共通部分 SN は G の正規部分群とは限らないが、 S, S の正規部分群ではなおある。第三同型定理 G を群とする。N と K を G の正規部分群で、KNG とする。この時小、N、K は小、G、K の正規部分群であり、小群は G、N に同型である。第一同型定理は、群の件が正規エピモノ分解可能、すなわち正規エピ者のクラスと、モノ者のクラスはこの件の標準分解形をなす。 という権論的事実に基づく。これは、横の加換図式において捉えられ、存在が F、G、H から導かれる対象と意を示している。図式は、群の件において、すべての意が書くを権論的な意味で持つことを示している人意の者 F はイオタパイに分解する。ただしイオタは、モノ者でパイは、エピ者である。これは、対象、カー F とモノ者カッパ、カー F、G によって、 図式において表現されており、図式の左下から右上に走る単完全列を完成させる。完全列を用いる慣習によって、カー F から H と G、カー F へのゼロ射を描かなくて済む。列が右分裂であれば、G は正規部分群イムカッパと部分群イムシグマの反直積である。それが左分裂であれば、右分裂でもなければならず、イムカッパイムシグマは、 G の直積分解である。一般に、右分裂の存在は、左分裂の存在を意味しないが、アーベル圏においては、左分裂と右分裂は、分裂補大によって同値であり、右分裂はなおかず分解イムカッパイムシグマを生み出すのに十分である。アーベル圏において、すべてのもの者は、正規でもあり、図式は2番目の単完全列例、G。 カー FH コーカー F 例によって拡張できる。第2同型定理において、赤 SN は G の部分群の束における S と N の結びであり、共通部分 SN は交わりである。第3同型定理は急行補台によって、アーベルケニアより、一般の対象の間の写像に一般化される。それは時々略式的にフレッシュマン T ラムと呼ばれる。なぜならば、フレッシュマンでさえわかるからだ。 k たちをキャンセルアウトするだけでよい。関に対する定理のステートメントも同様であり、正規部分群の概念がイデアルの概念にとって変わる。r と s を関とし、φ, r, s を関純同型とする。この時、φ の角は r のイデアルであり、φ の像は s の部分間であり、φ の像は召喚 r か二同型である。特に、φ が前者であれば、s は r, カーに同型である。r をカンとする。s を r の部分間とし、i を r のイであるとする。この時は s, i イコール s, i, s, i, i は r の部分間であり、共通部分 si は s のイであるであり、召喚 i と s は同型である。r をカンとする。a と b を r のイであるで、bar とする。この時集合 a, b は小。 R, B のイデアルであり、召喚は R, A に同型である。下群に対する同型定理のステートメントは、とりわけ単純である。なぜならば、任意の部分下群から、召喚群を構成することができるからである。ベクトル空間と、アーベル群に対する同型定理は、これらの特別な、場合である。ベクトル空間に対しては、これらの定理は全て回数、対価次数の定理から従う。 以下の定理のすべてで、言葉、家群は、R 家群を意味する。ただし R は、ある固定された間。M と N を家群とし、ファイ、M、N を順同形とする。この時、ファイの角は、M の部分家群であり、ファイの像は、N の部分家群であり、ファイの像は、小家群 M、カー二同形である。特に、ファイが前者であれば、N は、M、カー二同形である。M を群とし、 S, s と t を m の部分下群とする。この時は st イコール stss tt は m の部分下群であり、共通部分 st は s の部分下群であり、小下群 t と s は同型である。m を下群とする。s と t を m の部分下群で tsm とする。この時小 s t は小 m t の部分下群であり、小は m S, s に同型である。これを普遍代数学に一般化するために、正規部分群は合同で置き換えられる必要がある。代数形 A 上の合同は成分ごとの演算構造を与えられた AA の部分、代数形である同値関係ファイである。演算を表現を経由して定義することによって、同値類の集合 A、ファイを同じタイプの代数形にできる。ファイは、 A の部分代数形だからこれは well defined である。F、AB を代数形の順合形とする。この時 F の像は B の部分代数形で、ファイ、F イコール F で与えられる関係は A 上の合同で、代数形 A、ファイと MF は同形である。代数形 A と A の部分代数形 B と A 上の合同 φ が与えられ、φ B。 イコールファイをファイの B におけるトレースとし、B、ファイ、イコール、KA、ファイ KB を B と交わる、同時類の集まりとする。この時ファイ B は、B 上の合同で、B ファイは A、ファイの部分代数系で、代数系、B ファイは、代数、B、ファイ B に同系である。A を、代数系としファイ、負債を、A 上の二つの合同関係で、負債ファイとする。 この時、ファイ、フサイ、イコール、ファイイコール、フサイファイ、マイナス1、フサイは A、フサイの合同で、A、ファイは、二同形である。ジ c o b s o n P101, use first for the アイセモーフザ m of the majules, T&S, and, and second for, and M, S 例えば、ハツラー、ニック、ホースグループアイセモーフザム T ラム。マスワールド、カンバージョン、ハツラー。 ニック、ホースリング、アイセモオフザム、ティーラム、マスワールド、ありがとうございます。